の、ダメカンタービレの、ダメカンタービレの、ダメカンタービレは、クラシック音楽をテーマとした、日本の漫画の、ダメカンタービレを原作とする、テレビドラマである。2006年10月から12月まで、連続ドラマとして、日本のフジテレビ系で放送され、その特別編として2008年1月に、の、ダメカンタービレ新春スペシャルにヨーロッパが、放送された。 テレビドラマの続編として2009年から翌2010年に映画のダメカンタービレ最終楽章2部作が制作され公開された。2014年には韓国 KBS が同じ漫画を原作にしたテレビドラマを制作した。2006年10月16日から12月25日まで毎週月曜日21時から21時54分にフジテレビ系の 9月9で放送された初回と最終回は21時から22時9分の15分拡大放送。全11回。主演は上野樹里と玉木博士の二人で、共に本作が月9ドラマ初主演となる。2008年1月4日と5日に、スペシャルドラマのダメカンタービレ新春スペシャルイにヨーロッパが、同局系で2夜連続で放送された。 2006年12月には、テレビドラマのストーリーをもとに小説化され、講談社より発売された。2007年エランドール賞の新人賞に、主演の上野樹里と、玉木博士が選ばれ、特別賞には、プロデューサーの若松博士が選ばれた。他にも、第51回ザテレビジョンドラマアカデミー賞、最優秀作品賞、主演女優賞、音楽賞、監督賞、タイトルバック賞、 特別賞を獲得した。月刊テレビナビが行ったドラマオブザイヤー2006でも最優秀作品賞を受賞した。また、スペシャルドラマの放送に伴い、フジテレビをはじめ FNS 加盟28局のうち17局で放送直前に連続ドラマの全11話が一挙再放送された。原作がリアルな絵柄ではあるが、ギャグ漫画的なので、 それを忠実に漫画的に再現するため、殴ったり投げ飛ばしたりするシーンには投げ飛ばされ専用の人形が作られた。また、このダメが千秋の唇を狙うシーンでは、画面上にピンク色の矢印やロック ON の表示のダメが千秋にそれとなく告白するシーンや、綾子が千秋に惚れ直すシーンには、ハートマークや、マスミが走るシーンに集中線らしきものが入ったりと、 漫画の表現をできる限り実写画面に表現することも工夫された。演奏画面では音楽を十分に聴かせるような演出が行われた。クラシックの演奏シーンをよりリアルにするために、主要キャストは担当の楽器や指揮を習い、サントラの演奏をするためにのダメオーケストラが公募の末、結成された。彼らは A オ、OK、ケおよび S オ、OK、ケ、R、S オ、OK、ケのメンバーとしても、 エキストラ出演している。の、ダメオケの公募とサントラ音源の収録には、東京都交響楽団及び、指揮者のジェームズ・デ・プリーストが協力し、原作者の二宮とも、交流のある、NHK 交響楽団主席応募演奏者のモテギ、大輔指揮者の梅田俊明らの専門家も、音楽関連のアドバイザーや、指揮指導をしている。黒木役の応募への演奏を実際にしているのは、 モテギではなく N 教の同僚の池田明子である。BGM としても非常に多くのクラシック音楽を使っている。特に多用されたのがベートーベンの公共曲第7番とラプソディーンブルーであるのダメカンタービレインヨーロッパでは楽団員や審査員などが話すシーンは声優による吹き替えが使われた。声優のキャストは青にプロダクションが担当した。 映画版のロケに使用されたウィーン・ラクユー協会、グローサー・ザール連続するシーンでも、建物の外観とホールの内観とが異なるケースがある。ファミリーマートで、裏県と千秋の料理が期間限定で発売された。韓国国内のケーブルテレビで韓国語字幕付きで放送されており、視聴率が2%という、ケーブルテレビとしては高い値をとっている。 韓国の地上波テレビ局では、日本のドラマなどの放送は禁じられている。台湾の抜き、来日本台、香港 TVB の翡翠台などでも放送。なお、台湾では2009年3月に、高尾市でズレニエクマーカル式による演奏会があり、公共上人部演奏会として、カズヨメが、の台モートの夜、ニヨメが、チアキの夜とされた。 演目は、和嫁が有名曲中心で、二嫁は、ブルックナーの公共曲などだった。本ドラマをベースにした、実写映画、の、ダメカンタービレ最終楽章が、前後編2部作で制作された。テレビドラマ版の演出に引き続き、前編を、竹内秀樹、後編を、河村大輔が監督を務め、共に、映画監督デビューとなった。2010年上半期放火講習は、 前編が2位、後編が3位であった。本作のシナリオや演出は、原作のテイストを可能な限り尊重しようという意図が随所に伺えるものだが、細部には放送期間などから以下のような原作との相違点がある。2014年10月13日から12月2日まで、KBS 第二テレビジョンにて放送された。日本では、CS 放送富士テレビ2ドラマアニメにて、 2015年2月14日から放送7月1日にブルーレイ &DVD ボックス1.2が発売のダメカンタービレ、ネイルカンタービレに関するカテゴリー。